なんていうんですかね、打者の手前でホップするような球を投げますんでね、やはりタイミングをですね、はい、そこまで辛抱だと思いますよ、広島投手陣はですね。周りがちょっと心配するぐらい、はい、うん、肩大丈夫なのかなと思うんですけども、まあ、本人が大丈夫ですと言ってましたんでね、子供もいるみたいですね、はい、そういう意味ではあの考え方もしっかりするんじゃないですかね、うん、働かないと今のジャイアンツ打線苦しいなという、あのそんな気がします。ピッチャーというのは怖さを知らないっていうんですかね、平気で投げてきますから、はい、時期じゃないと思いますね。そうですね、振ったバットからはヒットが出た。なんですけども、はい、まあ、左バッターの外側ですよね、はい、ですから